こんにちは、ゆうたです。今回は記憶的コーディネートということでやってきました。こちらの企画は記憶的散策のメンバーがゲストのお部屋にお邪魔をして、アイテムの選定からレイアウトまでお部屋をかっこよくするというビフォーアフター企画ということで、今回やってきたご自宅が、猫ちゃんと一緒に暮らす女性の一人暮らしということで、こちらのお部屋を今回はかっこよくするということで、まずはちょっと現状どうなっているのかお部屋を見させていただければなと思うので、早速じゃあ中に行きましょう。よいしょ、失礼します。よろしくお願いします。お願いします。じゃあちょっと簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいですか。はい、リエと申します。よろしくお願いします。普段は、自社のゲームアプリの動画企画ですとか、あとはイベント運営をしております。はい、お願いします。お願いします。ということで、今住んでらっしゃるこちらのご自宅の間取りとか平米数は大体どれぐらいでしょうか。間取りは 1LDK で、40台ぐらいの平米数です、うん、はい。ということで、じゃあちょっと現状のお部屋の不満点みたいなところをお尋ねしたいんですが、はい、どんなところが気になっていますか。はい、もう全体的になんですけど、8年前に引っ越してきて、その引っ越す前から家具を変えてなくってずっと使い続けてるっていうので、この部屋にあったこう家具を買い替えれてないっていうところと、あと全体的にこう何をどこに置いた方がいいのかみたいな、そのレイアウトの悩みみたいなのがあって、もう部屋全体が悩みっていう感じです、はい、それこそちょっと玄関入ってすぐこうお部屋というか、少し珍しいですよね。そうなんですよ、全部見えちゃうんで。前はこっちにソファ置いたりとかしてたんですけど、いろいろなんか変えて今この現状っていう感じです、はい、ということで今回リエさん、どのようなお部屋にしたいというか、はい、何かテーマはありますか。今回は全てお任せでお願いしたいです。全てお任せ、はいはい、あんまりじゃあこう良くも悪くも、はい、こだわりがないって言ったらあれですけど、そうですね、もうこだわりないので8年これで来れたんで、確かに、はい、そういうことになりますね。お願いしたいです、はい、じゃあちょっともう完全に僕らのもう好みというか、はい、独断でもうかっこよくお願いしますと思います。はい、ちなみに過去 の記憶的散策の動画とか見たこととかありますか。あ、全部見てます。あ、嬉しい、はい、なんか印象に残ってる部屋というか、こういう部屋いいなとか何かあったりしましたか。あります。あのモネさんと女性の、はいはい、あとカンタさんのカラフルな部屋もすごい好きです。じゃあなんかそのあたりのイメージとか、もしかしたら踏襲できそうだったら踏襲してもいいかもしれないです、ね、はい、ありがとうございます、はいはいはい、ということで今回、このコーディネート、ご予算おいくらでやりましょうか。35万円でお願いします。はい、じゃあちょっと頂戴をしてもよろしいですか。お願いします。はい、頂戴します。ということで今回はこちらの35万円を使ってお部屋をかっこよくしていきたいと思います。では早速やっていきましょう。お願いします。お願いします。丸いテーブルが欲しい。カフェテーブル的な。そう、そうです、そうです。なんか腰痛くなるんで、だいたい会社行ってます。さすがに、はい、でもフルリモート OK なんですよ。ああ、じゃあ大型家具を処分するみたいな感じ。ねえ、そうよね。椅子めっちゃ置いてある、あのパルコの、あー、ミッドセンチュリーマンかな、は見に行きました。あー、バリってなってます。そうです、そうです。ガムテープ貼ってました。この絵って今回さ、どこに飾る予定だったっけ。こっちだっけ。ここだよね。はい、剥がれん、剥がれんが好きで。そしたらじゃあ今回お話ししたいのが、3D パスをちょっと作成したので、雰囲気としてはあの床の、フロアタイルかイエローっぽい、ちょっとブラウンというか、少しナチュラルな雰囲気だったので、そのあたりは生かしつつ、動かしやすいのがいいなって。なるほど、はいはい、のがちょっと理想で全部空いてるやつはいろいろ置ける自信がないので。どういう方向性でいきましょうか。そうです、全然上げる、でもどうやって収めるんだろうって思ってるぐらいですアートポスター、うんうん、5種類もいろいろあります。3つ目がいいです。詰めっこできる方、サークルのテーブルがいいってお話があったんで、一択これでいいかなっていうふうにはちょっと今思っています。お部屋が結構完成したら仕事もできるようになるといいなみたいな感じですよね。そうですね、今ずっと会社に行っちゃってるんで。大丈夫そうですか。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。サイズかわいいですね。かわいい。
ます。引っ越しより大変かもなんだ。全然好きじゃない。薬買えばいいのに。かわいそう見てて。病院行くのがめんどくさいんだよ。ちょっと無理じゃねえと思って。ここが。あれから3ヶ月が経過しました。今回無事にお部屋が完成したということで、皆さんにお披露目をしたいなと思います、はい、じゃあちょっと奥の方に行きましょう。はい、はい、ということで全部変わっちゃいましたね。全部変えていただきました。ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございました、まあ、ということで、まあ、結構全部入れ替えたということで、コンセプトからちょっとねしっかり考えてお部屋を作ったので、はい、まあ、ちょっとそのあたりの簡単にお話をしたいなと思います、まあ、まずはこっちのリビングスペースというか、まあ、ここのスペースは、家具低いものを比較的選んでいます。なので、まあ、ちょっと抜け感が出るような空間作りだったりとか、あとは床の色に合わせて、まあ、この辺の家具っていうのを、まあ、ブラウンのもの、ブラウン系のもの、かつ、ウッド系のものを選んだりしてるという感じですね、はい、で対してこっちの、壁側のスペースは割とモダンなアイテムっていうのをセレクトしています。まあ、なので対比というか、まあ、モダンウッドというか、まあ、ちょっとそのあたりの、まあ、コントラストが楽しめればなと思ってお部屋をちょっと考えてみました。ということで、じゃあここからは今回、取り入れたアイテムの紹介っていうのをちょっとさせていただければなと思います。じゃあまず最初にこちらのダイニングスペースからちょっと紹介したいなと思います、はい、で、もともとこのスペースは確か以前はソファーがはい、あったスペースですもんね。ソファーがあってキャットタワー、はい、という感じであったんですが、今ここに、まあ、ダイニングテーブルと、うん、キャットタワーが新しく入りました、はい、ということで、ちょっとじゃあ順番にアイテムの紹介をしていきたいなと思うんですけど、まずここのスペースは、このテーブル、今回はサークルの、まあ、カフェテーブルを選びました。これは結構今回リエさん的にも唯一というか、これは入れたいっていうのはおっしゃってましたもんね。これは入れたいんですっていうとこから始まりましたですもんね、はい、これは入れる体で、まあ、今回はいろいろ進んだわけなんですけれども、まあ、このテーブルと、あとはこの今回椅子はカルテルのこのクリアのタイプの椅子っていうのを、まあ、セレクトさせていただきました。まあ、普段だとここではご飯を食べたりとかってなるんですかね、はい、あとリモートワークしたいと思ってたんで、そうだ、ここでできると思って、ついに、はい、めっちゃ嬉しいです。できます、ね、はい、座り心地とかどうですかこの椅子。でもこれなんか結構ピシッとしてるんで、あのだらけずにできそうだなと思いました。こう、あ、でも意外と高さも全然いけそうですね、はい、いけますねこれで。あとは何気にこの照明のおかげ で、いいですね、この手元のあたりもね、はい、まあ、明るくなってるんですけど、この照明は Amazon で購入した、パグウェイというブランドの照明でございます。で、まあ、これアーチライトなんですけど、これ実は動くって知ってましたか。え、動くというかこれが、あ、本当だ、あ、ここで、そうなんですよ、めっちゃいい、こういう感じで、はいはい、まあ、割と角度をねいろいろ変えられるので、はい、まあ、ちょっと用途に応じて
この辺は一応ねいろいろカスタマイズして使えればなと思ってます、はいはい、であとは、まあ、今回このスペースだと観葉植物をね唯一今回1個大きいものをちょっとね、はい、入れさせてもらいました、はい、で今回これはドラセナという、まあ、植物なんですけれども、まあ、比較的高さのね今回ある植物を、まあ、選んだことによって、まあ、ただモダンな空間というよりか、うん、ちょっとなんかね少しこうスパイス的な立ち位置になってくれてるのかなと思います、はい、あとは、まあ、このスペースで言うとこの時計ですね。かわいい。これかわいいですよね、はい、この時計は、小泉誠さんというデザイナーの方がデザインされている、気配という時計でございます、うん、これはなんかこう特徴としては時計がこうしっかり見えないというか、うんうんうん、こうぼやっとした感じでなんか見えるのが可愛いですよね、はい、気配ってことですね。つまり気配というかつまり、はい、そう意外と個人的にはこのちょっと椅子の高さに合わせて割と多分普通よりもかなり低い位置に今回はちょっと時計をつけてみたのでもし使いにくかったら言ってください、はい、ありがとうございます。でもなんかちょうどいいかなと思います。ちょうど良さそうな気はしてるんで、はいはい、またじゃあちょっと感想教えてください。はい、あとはじゃあ続いてこちらですね。こちらが今回、新しく購入したキャットタワーということで、まあ、これも、Amazon で購入をさせていただきました、まあ、これは、まあ、リエさんのね今一緒にパートナーとして暮らしている江戸くんのご希望も聞きながら選んだという感じなんですけど、やっぱあれですか、猫ちゃんによってこう好みのキャットタワーとかなんかあるんですかね。いやもうずっと同じのだったんでもうちょっと遊びが多くなった方がいいなと思ったんで、うん、なんかもうこれ居場所が 1,2,3,4,5,6,7 確かに、はいはい、これ含めたら9ぐらいあるんで、はい、確かに場所多いですね。バリエーションを増やしたものにしましたね。あと多分こうやって見ると肉球とかあれですね、見えちゃいますね。見えちゃいますよね、はい、かわいいかわいいですねこれ、はい、ということではちょっとね江戸くんに今後遊んでもらって、はい、ちょっと感想をね江戸くんから聞きたいなと、はい、聞いておきます。思ってます、はいはい、じゃあ続いてリビングを紹介させていただきたいなと思います、はいはい、まあ、リビングはまずじゃあ何といってもこのソファーですかね、うん、まあ、ちょっとメインというソファーを、はい、ちょっと紹介させてもらいたいんですけど、もともと昔はあれどんなソファー使ってましたっけ。これはなんか3人掛けのタッチワークっぽいフランフランの椅子だったんですけど、うんうん、なんかカバーをかけて使ってたんですね。カバー、そうなんです。ちょっとエドがもう一回でボロボロになってたんで、ね、そうですよね。あとすごい派手だったんで隠してました。派手だったんだ、はい、そうだったんですね。まあちょっとね、まあ、それが今回はこのグレーの、はい、2人掛けのソファーに変わったんですけど、うん、これは IKEA から販売されている、まあ、結構人気のシリーズみたいで、まあ、ちょっとそのソファーを購入させていただきました、まあ、お値段もプライスレスな価格帯だったんですけども、意外とこれは座り心地いいんですよね。めっちゃいいですね。そう、ちょっと実際に、まあ、座ってみてもらいたいんですけど、はい、だいぶいいですよね。そう、めっちゃリラックスできます。個人的に、はい、ここだけじゃなくてこの腰の溝を ね、この、はい、この3つのクッションで、うん、フィットします。体をねこう受け止めてくれる感じがこのめちゃいそうなんでちょっとやばいやばい、はいっていう感じでね、まあ、ソファーをちょっと購入させてもらいました、はい、で、まあ、このソファーの上にこちらのねちょっと今回ポスターも購入させてもらったんですけど、これはロナン・エルワン・ブルックのドローイングのポスター、まあ、割とインテリア界隈だと最近よく出てくるようなアーティストの方のポスターなんですけども、今回このオレンジのドローイングのものを選ばせてもらいました、まあ、割と今回はちょっとね暖色っぽいインテリアがまあ多かったので、まあ、ここもちょっとオレンジのものを選んでます、はい、で、まあ、このソファーの前に、まあ、ローテーブルがあるんですけれども、これはプーロというブランドから出てるローテーブルでございます。で、まあ、これもちょっとまあ引き出しがついてたりとか、割とこう機能的な側面もあるようなローテーブルでございます、はい。普段こうリビングでくつろぐタイミングとかありますか？帰ってきてから一番過ごすとこなので、うんうん、はい、まあ、あとはなんかご友人の方とかがね遊びに来たりしたら、はい、ここで
なんか遊べそうですよね。そうですね、ボードゲームとかするんであ、じゃあだいぶスペース的にもちょうど良さそうですね。はい、よかったよかった。で、それの隣にあるのがこれ、まあ、皆さんね、何って思う方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですが、これ実はスツールということで、まあ、これ実は座れるんですよね。これじゃあちょっと実際に座ってみてもらおう。はい、どうですか座り心地とかは。めっちゃね、こうなってるんであ、こうなってるからお尻のところにこうなってるんですね。しっかりじゃあ、はい、お尻をカバーしてくれてる。でもいい感じ。あ、よかった。友達も座れる。確かにそうなんですよ、はい、まあ、ご友人の方も多分来た時に座れたりとかするような、はい、まあ、スツールなんですけど、これは IKEA から販売されているスツール。デザインがまたこれもロープでね、うん、特徴的なデザインということでちょっと取り入れさせていただきました。で、まあ、こっちの下の方はもともとリエさんがお持ち なられてた、ラクカを引き続き使わせていただいております。これめちゃくちゃ合いますよね。そう、合いました。びっくりしました。これなんか結構直前まで迷いましたもんね、はい、入れようか入れまいかで迷った結果入れて正解でした。これだいぶいい結果でした。待ちしてます、はい、ということで、まあ、このねソファーの向かい側にも実はこのねラウンジチェアがあるんですけれども、これはカグラボという、ブランドから出てるラウンジチェアでございます。で、これは本革を使った椅子で高さが低い、比較的なんだろうな、くつろぐ用の、まあ、一人掛けの椅子なんですけれども、これも結構お値段的にも割とプライスレスな、商品だったので、まあ、それも込み込みでちょっと選ばせていただきました。リエさんどうですか、座ってみて。でもこれは見た瞬間にここで本読めるわって思いました。あ、確かに結構読書とかよくされます。ちょいちょいします。あ、よかった。あのライトを持ってきたらこっちに降りて。完璧ですね。完璧ですね、はい、完璧ですね。めっちゃいいですこれ、うん、結構今回のお部屋は割と座るね、座れる場所もたくさんあるので、はい、なんか気分に応じていろいろ座る場所もちょっと変えてね、楽しんでいただければなと思っています。はい、はい、で、そのお隣にあるのがこちらの明かり、イサムノグチの明かりを今回はセレクトさせていただきました。で、これは 4N という、タイプの照明で、やっぱ動画見てて出てくるので憧れてました。そうという、まあ、ちょっとこともあって今回はちょっとイサムノグチの照明を取り入れさせていただきました。で、こちらの明かりの上にあるのがリエさんの趣味、はい、アニメが。そうですね、鋼の錬金術師で、うちの猫ちゃんの名前がこの主人公のエドワード・エルリックと同じ名前にしてるので、はい、外せなかったですね、これは、はい、これはもともとこの今ソファーがあるスペースの方の壁に飾ってありましたもんね、はい、3つ、はい、置いてました。今はちょっとね1種類にしてますけど、はい、ちょっと日替わりでこの辺は、はい、気分で変えていこうと思います、はい、でもなんか親の雰囲気にも結構馴染んでますよね。この赤のねジャケットが合ってるんですよね。この赤のおかげですね、はい、これのおかげでもう部屋がキュッと引き締まっているので、はいはい、じゃあちょっと続いてこっちの方に、はい、行こうかなと思うんですけれども、こちらテレビスペースのサイドボードを、まあ、新しくね購入させてもらいました。ここはもともとかなり低いタイプのものが置いてあったんですよね。真っ黒のやつが、真っ黒のやつが、まあ、今回は新しく楽天で購入したアンティークのサイドボードでございます。で、まあ、かなり結構機能的というか収納がこれは結構豊富ですよね。はい、なんかだからここは、まあ、収納スペースとしてもなんかいろいろね使っていただければなと思ってます、はい、結構高さもどうかなと思ってたんですけど、そんなに気にならないというか。そうですね、全然大丈夫そうでしたね、はい、存在感もありつついいと思います、うんうん、よかったです。はい、で、こちらの、まあ、リビング全体、まあ、お部屋全体ですねを照らしているこちらのペンダントライトもちょっと一緒に紹介したいんですけど、まあ、これも先ほど出てきたあのイサムノグチの明かり 30A というタイプの照明でございます。で、これは多分記憶的ルームでもあんまりまだ出てきたことがないタイプの照明で、まあ、割と比較的ちょっとサイズはもうちょっとちっちゃくなった照明なんですけれども、まあ、あえてこ
こちらの今回は照明を選ばせていただきました。でもやっぱりサムノグチいいですね。雰囲気がめっちゃ出ます。雰囲気が出ますね。おしゃれ感がこれでドーンと決まりますね。ドーンときますよね、はい、ということで、まあちょっとね、今回このアイテム選ばせていただきました。はい、ということでお部屋が完成しましたけれども、いかがでしょうか。なんかもう理想以上にもうすごい夢みたいです。今まで本当置いてるだけだったんで、うん、もういつもここに帰ってきたいと思える空間になりました。嬉しい、よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに、まあ、結構ねお部屋の、まあ、いわゆる側の部分というか、はい、割とベースはこれでできたかと思うんですけど、なんか今後このお部屋をどうしていきたいというか、なんかこれ欲しいなと思ってるアイテムとか、はい、なんかそういうのとかあったりしますか。そうですね、あのテーブルに花瓶置いたりとか、なんかプレート置いたりとか、ちょっとそこら辺を、はい、やっていきたいなとか、うんうん、あとなんかなんだっけ、タオルケットじゃないけど、あー、ブランケットとかか、ブランケットとか、確かに欲しいなって思います。確かにそういうものが入ってくると、はい、こうより生活感というか、はい、なんかちょっと雑多な感じにもなってきそうですよね、うん、はい、はいはい、楽しみです。確かに。ということで、まあ、今回ね、購入させてもらったアイテムの、まあ、金額とか一覧というのが多分この辺りに今出てると思うので、はい、まあ、気になる方はぜひ参考にしてもらえればなと思います。またこちらの、企画はですね、まあ、サービスとしても、リリースをしていまして、まあ、インテリアコーディネートのお仕事を受けしています。まあ、お部屋をねかっこよくしたい方、デザイナーズ家具を取り入れたい方等いらっしゃいましたら、ご連絡いただければなと思います。またこちらの記憶的コーディネートの動画の出演者も募集しておりますので、気になる方概要欄からチェックしていただければなと思います。じゃあということで、リエさん今回はありがとうございました。ありがとうございました。またじゃあ機会があればよろしくお願いします、はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。よいしょ、じゃあ失礼します。はい、ありがとうございます。